にちは、アーティストのみおです。いよいよ放出の時代がやってきますね。風の時代と言われてますけれども、まさしくね、その風の時代と共鳴するかのようなアートが今日は生まれたのでシェアしていきたいと思います。最初この絵はね、皆さん何に見えますか？朝焼けに見えますかね。そう、花火を描いてたんです。まるで自分の才能をね、ぷわーっとね、開花させるような形で、元気なね、銀河の中でこう飛び跳ねるような花火が生まれていて、そこに何度も夢を叶えるっていう永遠の再生の象徴といわれるフェニックスが生まれたんですよね。風に合わせて優雅にね、こう仰向けでまるで泳ぐようにな状態でね、生まれて、そこにエネルギーの言葉とともに朝焼けのね、海が生まれたんですよね。で、この光は自分の中の淀みをなくして、決意とか決断とか自分自身の信念をね、貫いて、でも貫くっていう言い方よりは、本当に自分が本当に本当に心からね、喜びを感じる道、選択をした、それが光になり道になっていったんですよね。で、今こういうふうに私がアートのね、メッセージ性をお伝えしてるんですけど、特に風の時代になって説明をしなくてももう受け取ってくださってる方がすごく多いんですよね。感じ取る力が皆さんすごく長けてきている。なぜかわからないけど伝わる、なぜかわからないけれどもメッセージを感じる、そう、そのぐらい今自分自身のね、本質を生き始めてる方がすごく増えてるんだなって思います。時代の変わり目ですよね。これからね、風の時代は200年続くと言われていますけど、200年以上かな。そう、今この時代に共に生きてね、共に同じ時を過ごせるっていうのって本当に奇跡に近いことなんですよね。そこからね、ワクワクした気持ちでこの生まれたエネルギーの朝焼け、祝福の海のようなね、形ですね。そしてこれは鹿児島の書道家七井さんとのコラボ作品なんですけど、希望の種まきの言葉にね、こちらもフェニックスが生まれてます。で、このフェニックスは最初ダリアの花を描いてたんです。そして鼓動を打つたびにね、どん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 大きくなってフェニックスになったんですよね。自分が心からときめくことに、高鳴り、胸の高鳴りからね、ブワーッと、ね、風に回ってね、横のつながりのご縁が増える。だから自分のこの胸のときめきに合わせて今を生きていいんだよって、周りの評価なんて気にせず、自分が心から魂から喜ぶ声に耳を傾けて動いていこうと、それは希望の種まきという形でね、必ず実ります。そしてこちらは吉兆をもたらすと言われている霊鳥類ね、霊鳥の鳥、はい、鳳凰をね、描かせていただいてます。ちょっとこちらはまたタッチが違うんですけど、でもね、どちらとももう本当にどの絵を描くにしろ、すごくね、なんだろう、情熱というかエネルギーというかね、私自身がね、すごく描きながら力をいただいた、そして力が生まれたね、でご縁がつながり可能性が広がった、そういったアートになります。はい、風の時代、皆さんね、楽しんで、ただただ本当に心から楽しんでね、自分の選択を正解にしていくと、それは一つの光の道になる。そこから広がっていく皆さんのね、これから可能性に満ち溢れた幸せに満ちた日々となることを祈り、絵を描かせていただいておりますもしね、共鳴していただいたり、いいなと思っていただけると、チャンネル登録に高評価、いいねしていただけるととっても励みになります。皆さんにとってね、風の時代、これからの時代がとても生きやすく素晴らしい時代となりますように。今日も心から感謝を込めてありがとうございます。今日も素敵な一日を。